江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、韓国の掲示板からのご紹介でございます。韓国民深刻な旅行収支赤字の推移ということで、 K 国さんは旅行収支が万年赤字なんですけどもね、これの推移を見ていきたいと思います。それではですね、こちらスレッドの方から行ってみましょう。くーちゃんお願いします。あの赤字の半分は日本旅行に行って使うお金、逆に日本は過去最高の旅行収支黒字。はい、ということでね、まあこんな推移らしいですよ。4月マイナス 14.2、 ちょっと単位わかんないですけど、単位いくらだ、億ドルだ意外とこうあれですね、貿易収支に影響多少結構してくるんですけどね、じわりとね、ボディーブローのように旅行収支って聞いてくるんですけどね。はい、それではですね、こちらに対して、韓国の反応いってみましょう。おりゃあね、別に韓国行きたい人より韓国から出ていく人の方が多いからね、まあしょうがないでしょう。今回の政府は国内旅行より日本旅行を奨励している感じだ。何か奨励だ、お前らが自分で行くんだろう、わら政府が強制的に日本に連れて行くの、自分たちの足で行くんだけど、少なくとも内需で国内旅行を奨励することはできる。日本が例のあれの時に国内旅行促進用の旅行クーポンをばらまいたように、かっこ笑い、文字通り円安の影響で K 国の旅行先が日本より競争力が落ちたなら、それを補助するのが国の役割だ。そんなこともしないくせに内需賃貸云々するのは笑わせる。政府でわずかな補助をすると国内観光インフラが日本より良くなるのか。クーポン券使ってみたところで観光地の物価だけ上がるでしょ、何話にならないことを。反日する方々は行かなくてもいいのに、なぜあえて頑張っていくのか。赤字を少しでも減らすためには K 国も日本のように出国税1万ウォン程度を徴収しなければならない。 K 国旅行地がクソゴミレベルなのはどうする。口だけ反日しながら日本ものすごく行くんですけど、わら。でもこれは国民のせいにはできない。 K 国の旅行物価は日本の物価と変わらないくらいなんだけど、韓国の方が高いんじゃねえか。民主党支持者だけでも日本旅行に行かなければ旅行収支赤字の半分以上は解消されると思う。日本のビールを飲むと悪口を言う人たちがさらに高いスイッチプレステをめちゃくちゃしている、わら。左派の世界観が現れるよね。俺が日本旅行に行くのはユン・ソクヨルが奨励したからだけど、わら。これも政府のせいになるんだよね。本当にびっくりだよ、わら。貿易収支の黒字があれと比較にならないほど大きいんだけど、あれで何か問題になることがあるの？いや結構ね、ボディーブローのように聞いてくるんですよ。いざっていう時にこうあれですね、旅行収支が黒だと、ああなんとかよかったねとかって、そういうシーンあるんだよね。渓谷は暇さえあれば出てくるのがお祭りで登ったくりじゃないか。国内旅行のメリットがないにはない。数万ウォンもするお祭りの食べ物、最終島の脂身だらけのサムギョプサルなんて。旅行行って嫌な思いをするようなところに行かないよ、そもそも。まあ政府が日本に融和ジェスチャーをたくさん送るから、前の政府より顔色をうかがわずに行くのはあるだろう。奨励までは行かなくても。国内旅行の宿泊費を一度見てください。食堂の値段を一度見てください。国内旅行クーポンたくさんばらまいて、それでも高いから行かないのである。ひでえなはい、それではですね、チャットの反応いきましょう。これしょうがないよね。もうお前らは日本であれだけケチ旅行しても赤字になるのか。そりゃ見栄を張って海外旅行行くからね。親日派のせいにだとか言いそうって思ったら言ってた。お金落としてくれるのは K さんではないけどね。深刻な旅行収支赤字だってお前らが警告に来るなって言ってんじゃねえかよ。こっちは来てほしくないんですが。国内にそれだけ魅力あるところがないだけ。コリ、最終島の宿や食べ物の値段をもっと引き上げないとあかんね。自分らがいたくない国に外国から旅行者が来ると思うかね。悔しかったら外国人が行きたいって思う国にしてみなよ。まあ無理だろうけど、わら。
お前らが国内旅行してご意見すればいいだろ。 W 先立つものもないのに改善もできんぞ。3000万人が日本に旅行するとして、1人当たり4000どれくらい？少なくない？そもそも、お前らが国外に行きたい理由って何か、そこをまず考えんといかんと思うけどな、わら。観光地に鳥連番みたいな名前のお店作ったらどうよ。でも、日本に旅行来たると、ウォンを円に換金するから、ウォン安が進むってわからないのかね、わら。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、また。